あ、間違ってもうたー。 Yeah!まもなく門真の第二京阪、門真インターのとこにある、料金所ですね。門真本線料金所まもなく到着する予定になっております。もう1キロぐらいかな、和歌山方面の方、近畿道を今から行きたいと思います。はい、近畿道に行きますよ。さあ皆さんいいですかね、行きますよ。左側が使えない右側が走り出し PTC にで、これをくぐったら左ですね。減速して前作りに戻りかかりました。11,960円、はい。東大阪のジャンクション、また着くぐらいになったら言いますけど、そこで、阪神高速の方に切り替えます。東大阪ジャンクションでね、はい、でそこから阪神高速に乗りたいと思います。あとちょっと行かと僕わからんので、料金が安くなるやつは多分名阪とかあの辺なんですけど、まあ、今日名阪はね今事故でえらい渋滞になってるんで、まあ、どっちしろ僕はあんまり足は使わないので行かないんですけど、まあ場合によったらね使う可能性もあるかもしれませんね。ターゲットにねいっぱいね行きたいです。ここから、阪神高速にね、夜の夜景を見ながら、はい、現場へ行きたいと思います。まあ、なかなかこっちもね、あんまり行くことないんで、とね、行けるタイミングしかないんで、まあ、夜景もね、結構綺麗ですし、もう久しぶりちゃうかな、ほんとね。なんかトレーラーは止めれませんって書いてあるんですけど、いらっしゃいませんね。夜のね、こう一回ナイトモードをどんな感じかってやったんですけど、今回はね、夜景をね、どれぐらい綺麗に撮れるか、はい、ちょっと試してみたいなと思います。これが東大阪の左側に行ったパーキングに行けますね。はい、今日は行きませんよ。今日は行きませんけど。で今から、この阪神高速なら大阪市内方面行き、こちらの方へね、行きたいと思います。この道で行ったらいいでとかあったら教えて、僕この道しか知らないんで。はい、でここから僕はいつもこの右側大阪方面行きね、こう行ってこう行ってこう行って南港とか行くときはこっちの道がいいでとかで、これ登らないんすわ、ここね荷物持ってる、減速しっかり手前で半分に下回ってわーってパリキーみたいなところからね、手前そうでしょ、登らないんですよ。だって40キロとかってますから。で船橋ジャンクションね、右側それて行って天保山の方に行き着くと、なかなか僕の動画で阪神高速を映さないよね、あんまりないですけどね。ちょっと風を見てみよう、皆さん行ってくださいね。まあ遅いですよね、もう着かせるんですよ。で後ろ見て確認して来てなければ左寄っていきます。この後6キロぐらいで右行くんですけど、まあ、この車線で大丈夫と思います。はい、ということで東大阪線13号、はい、阪神高速13号、はい、乗っかりましたよ。13号大阪線で、よくね宮田とかね、江口さんとかは、あとヒゲちゃんもね、阪神高速で通らはるんですけど、僕の知ってる人がね、まあ、あんまりないんで、行くとこだけしか撮りませんけど、それが大阪行くと駅前なんですよ、僕ね。南港と本番昔は結構あったんですけど、最近バレて、はい、途中でね、動画喋らず
割と走りやすいかな、まあ、関西っていうのは、まあ、ちょこちょこ走ってたんでね、まだねある程度は道は分かるような感じで、綺麗ですよね、これやばいなーっていうのはあるけど、すごいね、うわーってなってるね、めっちゃ綺麗やね、なかなかこんな夜景をないとかですね、ふーって感じですね、何が言いたいか分かりますけど、いやー久しぶりにこれはええわ、大阪のこの、ね、夜景、あこれはいいですね、そう、コミット置かなくてええんちゃうかな、この楽園をちょっとあのもう垂れ流していこうかな、今日かな、でこれが、天保山の泉佐野、はい、方面に行く道ですね、でこれが東船場ジャンクション船橋、あれならあんまり
夜景結構綺麗ですよ。ここね、うちの親父がよう言ってましたわ。ここのカーブ気をつけよっつって、うん、よう言われましたわ昔ね。観光のカーブ結構きついんですよね。だからよう気をつけ気をつけって怒られました昔。そんな余談どうでもいいんですけど、まあまあ観光を飛ばすね。観光は本当ね、カーブキュッできないきつなるんで、皆さん飛ばさんようにね、ぼちぼちで行きましょう。右側ぐらいに多分ユニバとかの面があるのかな、わからないですけど、もう次ユニバなかったんですね。あ、間違ってもうた、間違ってもうた、天候が降りられへんかった、道間違ってもうたやん。ということで、今日は道を間違えましたが、こんな感じになっております。まあ、この後しっくりした道で、行きたいと思います。まあ、こんな感じでね、高速を使って、阪神高速を久しぶりのね、夜景を見ながら走りました。また次回のご視聴もよろしくお願いします。それでは皆さん、またね。頑張ります。